どうも。どうもです。ちょっと待って、なんか元気ないですね。乾杯。いやいやいや。どうしたんですか。料理の別人です。どうしたんですか。元気ないですね。今日もね、はい、昼間からね、黒霧島、はい、ロック、はい、ではなく、はい、今日は水道水のロックを飲んでます。ケイさん。むちゃくちゃ二日酔いじゃないですか。二日酔い。ちょっと今日ね、はい、やめようかと思って。今日ゲイさん、私に連絡いただきまして、二日酔いだから取れないかもしれないって言いましたよね。そうなんですよ。僕ダメですって言ってね。じゃあもう二日酔いバージョン取りましょうと。バージョンっていうかもう本当に二日酔い。二日酔いだから今日はね、お茶漬け。おお。なんかちょうどコメントでも、うん、なんかこの締めの料理作ってくださいっていうのがあったので、そ、うん、まあ、それのちょっとリクエストじゃないですけど、リクエストに答えるじゃないけど、そうだね、ありがとうございます。読んでくれて、見てくれてありがとうございますね。本当あのね、締めでお茶漬けでもいいし、二日酔いの時のお茶漬けでも美味しいと思うし、今日は僕二日酔いのお茶漬け。でもお茶漬けって意外に作るの大変じゃん。大変なのよ。あ、そうなんですか。だってご飯がないといけない。あ、そうか、炊かなきゃいけないですね。冷凍庫にさ、うん、ご飯があったりするとね、チーン的に、そんななかなか欲しい時に冷凍庫にご飯はないから。あ、確かに、うん、というわけで今日ね、じゃあ何を作るかというと、うん、はい、目玉焼き茶漬け。目玉焼き茶漬け、これいいんだよ、これね。意味わかんないっていうかもしれないけど、はい、やってみようかと思います。はいはい、嬉しいですね。ご飯をさ、はい、今言ったでしょ、はい、冷凍庫になかなかあるもんじゃないって。そうですね、これ使っちゃえばいいのよ。あ、コンビニで買ったコンビニおにぎり、うん、これは今日はね、鮭、今日はね、セブンで買った鮭だけどさ、鮭おにぎり、別に梅おにぎりでやってもいいし、はいはい、あの普通の塩結びみたいなあるじゃん、はいはいはい、あれでもいいし、はい、おかかとか売ってるの今、はいはいはい、とか何でもいいと思うよ、はい、ツナだっていいじゃん。あ、ね、何だっていいし、うん、あ、でも確かに海苔もついてるし、そういうことですよ。すごいですね、感がいいですね。いいですね。今日僕しゃべりすごくゆっくりじゃない。遅いですね。というわけでね、早速、はい、ここにね、今、はい、はい、準備、料理番組みたいなのをするよ。あ、お湯を沸かしてます。ね、沸かしてたんですね、これ。はい、ちょっとね、お湯を沸かしておいてね。はい、はい、ね、料理番組みたいなことするじゃない。一応料理番組なんだよ。ね、じゃあこうやってまずお湯を沸かしておいて、はい、ね、じゃあ立とうか。はい、そうですね。よいしょ。あ、疲れた。疲れたって、ね、はい、じゃあまずどうするかというと、はい、おにぎりをね、こう抜いて、これね、あ、こうこうね、こうこうね、すごいよね、これ考えた人ね、この海苔をね、とりあえずご飯だけをね、こうやって、うん、もう取れねえやパリパリとしっとりで、あ、はいはい、ね、こうやってやっといて、で、じゃあ目玉焼き作ろう。はい、火をつけて、これさえしんどいこともあるかもしれない。あ、これくらい頑張ろうな。うまいから、ね、別にあれですもんね、二日酔いの時に絶対食わなきゃいけないわけじゃないですから。そう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 、普段からね。そうだろ、お酒飲まない人が作ったっていい。うん、そうですね。そうだよ。あ、でも卵どこに、あ、戻してた、ね、君は本当すぐいなくなるんだから。卵焼きみたいな、そんな白目で見ないでよ。何言ってんだろ、もうフライパン温めまして、たまにケイさんがダジャレ言うためにレシピ考えてんじゃないかって思っときます。まあそんな自分からね、俺も早くね、殻を割りたいと思いますよ。そんな殻を割りたいと思って、いきますよ。はい、ね、油があったら、ね、こうやって目玉焼き、これ普通だ、はい、これですね、これあのね、あ、これね、ここでね、ちょっとね、塩コショウ軽くして、これすんだ。あ、へ、しょっぱいと思うかもしれないけど、うんうん、お茶漬けの素っていうか、ふたふたしたんで、お茶漬けの素ってあんまりそんなしょっぱくない、あれ、これすげえから、このうまみプラス、ちょっと塩コショウの味がね、あとで効いてくるからね、はいはい、目玉焼きなんて、もうすぐだから、うん、で、お茶漬けの素、はい、これを、まあ、一袋でね、おにぎり1個あたり、一袋もこうやって、あ、ちょっと。ね、見て、海苔の上に子供の遊びみたいな。海苔が剥がれなかったって。
を叩くしてもいいけど、はい、やっぱ世の中の皆様半熟が好きだよね。失礼しました。で、こうしてる間にさ、はい、まずお湯をね、あ、先に上げちゃうんですかね、これね、はい、これね、お湯150度書いてあるけど、はい、適当でちょっと濃いめの方が美味しいから、お湯少なめ、うん、適当に少なめ、半分ぐらいの量、これあの表記もね、だってそうしたら入れたまえて、ね、これをこうやって、うん、はい、おー、うまそう、これあ、すげえ、綺麗に読めたね。はい、出来上がり。おー、できた。目玉焼き茶漬け。もうちょっと水分あってもいいけどね。俺、水分少なめのお茶漬け好きだから。ね、これでね、はい、うん。ちょっと。食べてみようじゃない。早い。早いね。こうやって崩してね。最高でしょ、これ見て。これ大きめの器でやった方がいいよ。あ、うん、崩したりとかするのやりやすいから。うん。うまそう。うまそうでしょ。うまそう。うん、こうやって。はい、もう目玉焼きちゃうんですけど、二日目にうまい、うわ、復活します、また飲めるわ。ちょっとこれ目玉焼きね、うん、ちょっとそこカリッカリッてしたんだけど、はいはいはい、ちょっとカリッとして焦がすぐらいの感じが、うんうん、こういうお茶漬けにした時美味しいかもしれない。あ、うん、なんか確かにその柔らかいところとちょっとカリッとしたところと、これ普通にただ食べる動画になるぞこれ。マジでうまいぞ。黙々とうん、まこれちょっとわさびとか入れちゃったりさ、お好みで、うん、だからおにぎりでやるっていうのがねポイントだよね。うん、おにぎりでやったらさ、あ、ちょっと塩味もついてるんですか、塩味も。そう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 。いや、これ普通にめちゃくちゃうまいよ。あ、俺これ飲めるわまた。なんで昨日やらなかったんだろう。でもこれマジで僕ね、このお茶漬けは。あの普通のこの長谷のお茶漬け、これも鮭とか梅とか種類あるじゃん、はいはいはい、これも自由だし、おにぎりも自由だし、はい、大切なのは目玉焼き、お、うん、目玉焼きを乗せるとお茶漬けびっくりするぐらい美味しくなるから、うーん、だからまあ卵かけご飯じゃないかなって言わせないよ。目玉焼き茶漬けなんだよ、ね、大丈夫、あの人様が見て大丈夫な姿になってる。料理は美味しそうなんだ、はい、そんな日があってもいい、はい、この目玉焼き飲みすぎには注意しましょう。というわけで今日は二日酔いにも飲みの締めにも目玉焼き茶漬けでした。ダメだなこれ。